願いします。はい、お願いします。じゃあ早速なんですけど、キャロさんのまずその、多分このチャンネル見てる初めての方もいると思いますけど、ちょっとその経歴といいますか、これまでのその、ご経歴をちょっと簡単に、お願いいたします。はい、あの平成5年にあの頭の上でだいたい2メーターから3メーターぐらい上で UFO を回ってたんですよ。それから聞こえ始めて、それまでは僕はまああの芸能の仕事もやってたんやけど、なんかだん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 聞こえ始めてきて、それからちょっと1年間ぐらい悩んで、6年ぐらいほんで勉強して、宇宙科学勉強しながらずっと聞こえ出してきたんで、ほんで UFO、 あの UFO 撮影会とかでちょっとみんなで集まってやろうかということで、今から7年前ぐらいですかね、あのオール阪神くん、あの吉本の阪神くん、高校時代は同級生なんですよ。で彼に言って相談して、で UFO クラブっていうのが最初の始まりなんですよ。でこれから、それから UFO 撮影会毎年やって、で今じゃ あの UFO 協会っていう名前になって、僕が会長やってますけど、まあ400人ぐらいの団体になって、でお祭りを作りたいなっていうのが今の流れですね。はい、あのタレントというかその番組を持っていらっしゃったって、どんな番組を持っていらっしゃったんですか。まあテレビ局でファンキートレンって言って、あのダンス番組ですよね、 DJ と。もともと DJ の、 あの全国で一番古い DJ 協会の会長もやってますんで、で僕の作った曲とか、まあ、ダムに入ったりでもね、音楽でね、なかなかあの生活はできないんで、かといって UFO でも生活できるわけじゃないんやけど、まあ制御は制御で持ってるんでね、それでやってたんですけどね。はい、テレビはまあ足掛け10年20年近くやったかな。はい、あの毎年の6月24日があの、まあ、UFO 記念日というのがあると思うんですけど、はいはい、あの毎年いろんなイベントやってらっしゃるってこともお伺いしたんですけど、はいはい、どんなイベントをされてるんですか。いやもう撮影会とか、もう当然こうみんな集まって、でワイワイガヤガヤ、ほんでみんなで UFO を呼び出して、道頓堀ですよ。そら外国人の方も多いんやけど、何やってんやろなって見てはると思うねんけどね。せやけど大阪らしくていいじゃないですか。こう楽しくね、みんな UFO 呼んで、でわあ映ってたって、もう大感激やしね、みんなどっぷりハマりはるし、結構面白いですよ。今年はあのやっぱり結構撮影できた。できましたよ。もうすごいのが来ました。はい、これ後でちょっと見させていただきます。もうもちろんあの、はい、見ていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、さっきのちょっとダバかもしれないですけど、日本 UFO 協会、あの、うん、まあその、もう一回改めて設立の目的とか設立年とかメンバーの方とか、はいはい、あとその活動内容とか、はいはい、それもちょっとすいません、もう一度。あ、なるほど。はい、まあ、UFO 協会の活動はクラブから始まって7年前から始まってるんですけど、協会に変わったのはコロナ前に変わったんですよ。で、それから活動やってて、今、メンバー集めてもたくさん入ってもらうと困るんで、言うててんけど、まあ、入れなくていいいうこと言うててんけど、もうその時点でもう300人以上は出たんで、でもそれでも間中に今400人ぐらいになって、で、さらに増えてきてるんやけどね。で活動的に言うたら何か言ったら、僕だけじゃなくて、聞こえてる、こう、チャネラーと呼ばれてる人たちがいてるんやけど、そのチャネラーの人たちと、話が出て、やっぱり言うてくるのが今、環境なんですよ。で環境について、すごい警告鳴らすだけじゃなくって、みんなで行動を取りましょうということで、海の、SDGs もあるんやけど、海の第14項で海のことなんかあるけど、その僕らはまあ海のことで今特化してやろうとしてるんやけど、ナノプラスチックの問題、CO2 の問題、まあいろいろ抱えながらね、ちょっと悩んで行動を取りたいなっていうので、みんなで動いてます。ちなみに UFO のことは具体的にどんなメッセージをこう伝えてくるんですか。あ、そうだね、宇宙人の会話ね、はい、宇宙人の会話って言うたら、声がない子もいてるんですよ。肺がない。だから近くまで来んねんけど、もう全然見えないです。見えないけど、一生懸命喋ってるのはわかんねんね。例えば、なんていうの、こんな感じ。こんな感じの喋り方。だからもう肺がなくって、肺はあるんかどうか知らんけど、
ないっていうか、口一生懸命動かして言葉伝えようとする子もいてれば、全然声がない子もいてます。ない子たちはどうしてるか言ったら、人を使って喋ってくるんですよ。意識のない子たち、無意識の子たちを捕まえるとそこに入りやすいんですよ、彼らは。それを使って知らんうちに喋って、何喋ってんやろうという人いてるんですよ。ああいうのは使ってやってるんですよ。でもっと深く言えば、どう言うたらいいんやろう、メッセージとか知らんうちに伝えて、無意識の人から言われたことがこれがほんまに当たったり、いろんなことありますよ。ほんでね、怖いやつもいてます。怖いやつも。どういう怖い、怖いやつって言うと。いや、もう、それはもう、なんていうの、無理に怒ったりしたら、もう怒らせたら絶対あかんやつもいてるしね。それはもう、怖いですよ。オカルトどころじゃなくなるから。はい。で、もう、人生変えられたりね。うん。いろんなことありますよ。で、人もいてます。宝くじの僕、一等の組違いやけどね、10万円やったけど、一等当たった思ったもんね。それ教えてもらったんですか。いやいや、自然と。だから、ええこと起こしてくれるんですよ。真面目にやってなかったからね、でも。そうそう。真面目にやってたら、ええこと起こしてくれる場合や。それも言うてくれますよ。だから、みんな分かってないけど、やっぱり人が、なんていうの、偶然じゃなくて、必然性でみんな、起こることは起こってるんですよ。ただ、やっぱり、感性がないっていうか、右脳がないんですよ。で、右脳がない子もいてるんで、まあ劣化したっていうかね、未来人で言うんやったら、何でもほら便利になるでしょ。なってきたら今の人たちもどん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 、右脳を使わなくなるじゃないですか。そういう、なんていうの、まあ、な劣化してくるじゃないですか。劣化した段階でどうなるか言ったら、左脳だけになると、無意識的に考え方がコンピューターになる。デジタル的な考え方。アナログ的な考え方ができなくなったり、そういう連中もいてるの。結構多いんですよ。で、そういうなんかいっぱいごちゃまんと聞こえてくるんですよ。で、何言ってんのかな、最初ね、もう最初はもう大変やってんけど、それが聞こえ始めてきて、だん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 理解していったら、年数かかるけどね、いまだに悩んでる人いっぱいいてますよ、聞こえてる人で。うん。もうそういう世界やからね。ただ、うまく使えば、って言うたら、利用したらあかんねんけど、またそれがまた起こりよるからね。まあ、ややこしい人なんですよ。ややこしい。物体としているよりは、それとこの空間のどこかにも存在してる。それはね、空間っていうよりも、時空と呼ばれてる世界なんですよ。で、この時空が人間に対する影響をすごい与えてるんで、でもね、こんな、まあ、宗教やってる方には申し訳ないねんけど、神っていうのはね、表裏一体で、そう、次元、時空の中ってすごい、なんて無限体で回ってると思うんですよ。僕の感じ方で言うと、何かだったら天国と地獄が常に繰り返されていく。勝ち負けが繰り返されていく。で、生き死にが繰り返されていくっていう形のもんで、意外と冷たい世界なんですよ。で、そういう世界の中で回ってきたけど、ここで一つ分かったのがね、生き方しっかりしてたら絶対大丈夫なんですよ。で、愛の答え見つけるべきやっていうのが、もう僕の絶対の提言なんですけど、ね、愛の答えってやっぱり何か言ったら、人は平和と幸せを求めてると思うんですよ。自分も相手も。その価値観って幸せの価値観でしょ。それとも価値観が合えば、みんな集まった時に楽しい世界ができるはずやのに、みんな勝ち負けのその時空に踊らされてる感じがするんですよね。それが人間に多大な影響を与えて、戦争が起こったり、夫婦喧嘩が起こったり、いろんなことが起こると思う。まあ、些細なことから大きなことまで、時空に左右されてるとかたくさんありますよね。うん。じゃあ、先ほどのいろいろこうギャラリーって言いますか、あれをちょっともう一回改めてご説明させて、はい、していただいても、カメラ前でいいですか。はいはいはい。フィッシュの話とか、はい、例えば、道頓堀でもし撮影になったりとか、うんうんうん、なんかちょっと、あとデータは後でもらいますので、はいはい、はい。はい、この写真のはこうだという形でちょっとご説明していただければなと。はい、道頓堀で撮れた代表的な映像結構あるんで、しっかりした映ったやつをちょっとご紹介したいと思います。はい、はい、うん。まあ、こんな感じで道頓堀は、いろんな UFO、いろんな機種が来るんで、でみんな UFO は丸いだけやと思ってると思うんですけど、そうじゃなくてね、
いろんな形があります。で、何かね、変形するやつもあるんですよ。で、いろんなタイプがあって、これ一体どうなってんねんみたいなやつもたくさんあるんでね。で、ただ虫型の偵察みたいなやつも飛んでくるんで、その見分け方とかまた大変なんですよ。で、僕はまあ、予想紹介して、するんやったら、僕は東京湾を見張ってるね、シドワンっていうのをやってはる人がいてるんやけど、その IT の社長引退しはってそこでやってるんで、何回か僕見てんけど、あの人本当にいろんな偵察とかいっぱい映像、また僕らと違った映像をたくさん持ってると思う。だから機種がそんだけ多いということは、そんだけ来てるんですよ。で、僕らは今まで、スマホが出てからね、撮れるようになったけど、スマホがない時代は、やっぱり偶然に写真に写り込むとか、そんなんで見てたやつばっかりやったんで、だから、不思議がってやってたけど、今はもう不思議じゃないからね。で、もう僕ら最初 UFO とか言うてたら、世間からね、うちのおかんなんかも言うとったけど、誰も言うとあかんって言うよね。おかしなって思われるからね。で、お母さん、僕聞こえてんねんけど、どう思うって言った時に、お袋がもう、あ、そうかって、あんたもそこまで来たかって、え、お母ちゃん聞こえてんのって言うたら、お母ちゃんびっくりしとったからね。それで、ちょっと病院行こう言うて、連れて行かれたのが、アル中の病院。で、俺、アル中ちゃうから言うて、ほんまにもう、ひどい目何回も会うてるんで、だから聞こえ始めて、本当にね、最初はもう悩んでたけど、だんだん分かり出してきたら、ええことしとったら別に、世の中に貢献できることしとったら別に、自分の気持ち固めといたらね、別になんともないわっていうのはあります。うん。だから、ただ好きなことはできない、なかなか。もう音楽聴いて、それはもう考えたらもう DJ して、で、どうしたけど酒飲んで、お姉ちゃんとわーわーわーやりたいやん。そのできへんねんから。もう見た通り、もう綺麗なお姉様方がいっぱいで、もう何かあったら、もう突き上げ食らわすような勢いでね、真面目に盆栽やってますよ。で、なんか先ほどあった、なんか、はい、言いますね。これとかね、はい。それ、で、で、これもそうなんですよ。で、これもそう。観覧車のとこね。観覧車はね、引っ掛け橋から見て、観覧車の左側のね、上の方にね、通路があると思うんですよ。あそこが一番取りやすい。ちゃんとしたやつね。で、大きさこれぐらいやからね。早すぎるんで、ボケる時もあるんで、気をつけてください。ブレないようにね、ちゃんと固定して取って、で呼び出した方がいい。慣れてくると、能力ある人は早いからね、呼び出すの。これ時間的に何時とか、向き方向とか、何かあるんですか？時間帯的に言うと、僕らが一番取れてる時間帯は夕方4時以降なんですよ、本当はね。で、呼び出したらやっぱり来てくれるんやけど、一番、まあ、いろんなものが飛んでるのは UFO に関しても、後で龍のやつもご紹介しますけど、夕方なんですよ。空が、夕焼けになってきた時、その時の方がやっぱりいろんなもの飛んでます。びっくりしますよ。で、これ初めて気がついたら、あ、ちょっと考え方変わるかもしれない。人生観も変わる。竜のね、竜のやつ、いこうか。何や、隊長。もう、未公開やからな。いいんですか？さあ、先ほどの。そうそう。ね、いろんな本で、いろいろ見ていったら、これをね、スカイフィッシュいう人がいてるけど、これ全然違う生き物なんで、ただこんな生き物がいてるっていうことを分かっていただきたくて、今まで未公開やったけど公開します。で、これはね、多分過去から見た人たちがこれを竜人とか名前つけて、竜のその竜人になった権限やと思う。で、この子は読んだら飛んできます。波動っていうか波長が合えば飛んでくるんで、いろんな人のとこ飛んできてるんでね。
半透明なんですよ。めちゃくちゃ早いんで、ちょっと見といてほしい。いきますよ。っていう感じですね。で、これを動画で、あとスローでやっていって、先ほど見せたあれで、頭が三角で、方向進行も、飛ぶ方向に頭が三角で、足開いて、手が見えてないけどね、手がないんやけど、あと背中こわこわって、尻尾立ってる姿を見せたら多分初公開なんで、で、それが飛んでいくところで、竜に見えるところがたくさんあるんで、伸びたり縮んだりして飛んでるんで、その伸びてる部分で竜やと思われたんだろうという形で入れてもらえたら、間違いなく竜神さんとか必ず喜ぶと思います。竜神さんって呼ばれとったからな、呼ばれとったからなって自分で言うてるわ。竜神さんも宇宙人の仲間なんですか？霊とかも全部宇宙人のグループが作ってるんですよ。グループがあって、連合があるでしょ。連合もあるけど、宇宙人、霊とか、そういうの、そういったものも、人間の脳っていうのは、喋ろうと思った瞬間にもうスキャンされてるんですよ。で、思いって言うけど、それはもう人間の脳の、その部分は、もう僕もやられてんねんけど、僕が喋ろうとすることを、先にスキャンして、先に喋ってきよるから、僕、だから、と思って、頭の中で考えてんねんけど、考えてる割に自分のことを喋ってんねんね。っていうぐらい早いんですよ。だからその瞬間喋ってくるんで、人間の脳が夢見る人は大概つけられてますから。夢見るでしょ。夢見る人は絶対つけられてます。だってありえないことを見たりもするでしょ。それはなんでかというと、誰かが見せてるんですよ。そういうもん。それを霊的現象とか、昔は科学という言葉はなかったんで、今で、じゃあ、人間の、なんていうの、腕でさえ、あと新しくつけて、ロボットつけたら腕 の, 障害者の方でも動かせたりいろいろするように、昔じゃありえないことが起こってるわけですよ。同じことなんですよ。だからそういう部分で人間の脳もスキャンされて、思いをそれを形にするっていう、それを例えば霊で、亡くなったお子さんに会いたかった、夢の中に会えた、それは宇宙人からの優しいメッセージなんですよ。でそれはだから今まで神とかいろいろ言うてたけど、昔は分からないことを神とか悪魔とか鬼とかで片付けてたけど、そうじゃなくって、誰が作ってたか、誰が誰がしてくれてるんやとか、誰が起こしたんや、これはもう誰かというのはもう宇宙人しかいないですよ。これが本当の答えですよね。で科学的に見たら全部分かるんです。宇宙人と幽霊は同じってことですか？じゃなくって作り出してるんです。宇宙人が幽霊を、霊を作ってる。夢を見る人で、で、魂と呼ばれる部分で、その人の人生観を、まあ、例えば、こんなん言うたらあれ、ニュートリノってあるでしょ、まあ、これ、彼らが言うにはニュートリノじゃないけど、よく似た感じのものを使ってるって言うてる。何かニュートリノってどんな物質も通していくじゃないですか。全部。僕らの体でさえいつも通っていて、で感じないでしょ。で、壁でさえ通り抜けていくでしょ。これを人の形にして、そこに例えば目に見えない機体的な何でも通れるような形のもの、ロボットみたいなのも作れば、それははっきり言って、それで例えば同じ、僕と同じコピー取っといたら形とか、そんなで作れますもんね。それと同じように、科学では5000年行ってたらいろんなこと作れるんですよ。夢を現実に変えれるというか、だから科学的に何でも、もう今科学という言葉があるんで、科学の目で見てもらったら大変なことがある。幽霊がよく成仏するっていう宗教が、幽霊、お化けは成仏するとか言うじゃないですか。それは どういう考え方ですか？うん、それ信頼できたらもうそれでええねん。そしたら消えんねん。信頼できたら。信頼できへんかったらまだ残ってる場合もある。例えば例えば交通事故で亡くなった人が信号のところにいてるとか言うじゃないですか。あれって、中に、
まあ、例えば、もぬけの殻なんですよ。コピー取ったけど、事故で死んじゃって、その時はそこに宇宙船から見る目になってるんですよ。座らされて。で、その人自体の、あれは、魂みたいなやつ、昔で言うたら、それなんて言うたらいいの、それは、倉庫に行ったり、例えば、人生を、例えば、僕がね、どう言うたらいいの、例えば事件を起こした人がここに出るじゃないですか。人を殺した人。で、殺した人の意識ってのは、やっぱり残ってるんですよ。その意識、コピー取ってるから。で、それははっきり言って、殺す人をそこに入れるとするじゃないですか。例えば。自分の中に。そしたらそういう人生観与えられるんですよ。周りも。で、同じことで人を殺す場合もあるんですよ。で、逆に言うと、殺された人もいてるわけですよ。で、そういう人たちの、もう一度、その人は再現しよう思ったら、その人に入れたらいいわけやけど、入れるわけにいけへんので、そういうのは倉庫に入れてんねんって。倉庫に。そうか。天国の戦地。天国っていうか、倉庫っていうのはどんな空間？倉庫があって、そこに入れてんねんって。で、いたこさんなんかでも、呼び出すときに必ず、ね、名前と生年月日いるんですよ。データなんですよ。データで呼び出してるから。担当がいてるんですよ。簡単に考えない。もう今の時代やったら、でも昔の江戸時代に僕がこれを話し、僕が分かったとしても、説明しても分かんないと思うんですよ。今の時代やから、もう分かるようになってきたと思うんやけど、だんだんね、こういうのを広めていって、ええことを起こして、意見が出せたらあかんので、僕らもやっぱり、もう宇宙人とは長い付き合いになってきてるんでね、もう最初何やろう思っとったけど、もう聞こえ出してからこんな世界でずっとけもう研究したりいろいろやってて、で、かといってね、UFO のこと昔は言うてたな、ええー、みたいな話で、もう笑われるわ、なんか馬鹿にされるわ、そんな話も多かったけど、アメリカさんが認めてくれたおかげで、で、僕らも大体ね、公聴会も開かれたり、今どんどん映像も増えてきてるんで、でようやくなんか社会的な位置ができてきたかなっていう、座る場所がね。で、まあ、6月24日は本当にお祭り毎年、来年からやっていくんで、このプレがね、11月の3日にあるんですよ。プレが。で、それを今、昨日も会議やって、10人ぐらいで会議やって、今日はまあ、撮影で、UFO を呼び出して撮りたいと言うんで、ぜひもう撮っていただいて、皆さんに、あ、誰でも撮れんやっていう気持ちで、見てる方が今度ね、撮り方、あと、見つけ方、撮ったやつの、それはまた隊長呼んでるから、隊長から聞いてもらったらいいと思うんですけど、はい。これが、公聴会ね、紹介された、いいですかね、もんですけど、実際のところ、これね。これね。これはね、奈良県で。ピュッピュッピュッピュ飛んでると思うんだけど、これね、正直言うて、神社仏閣で、昔の人の考え方で来たら前の人と言うんだけど、神社仏閣のところは結構取れるんですよ。で、UFO も、神社仏閣を中心して飛んでくる場合もあるんで、で、今、生駒さんの方に、あそこ、なんか行かなか理由あるらしいわ。で、何か向こうに基地みたいなのあるんじゃんかなと思うんだけど、六甲からこう回ってきたりしてるのも、経路も覆っていったことあるんで、確かに道頓堀は今通り道になってます。道頓堀よう通れますよ。どことどこの通
通り道が道頓堀ですか。生駒道頓堀と何か道頓堀から道頓堀通るときは池田っていうて場所はね、池田の方も通っていくけど、生駒の方に行くときは海沿いから通ってくるんだけど、うん、六甲山の方から、うん、池田の方からも通ってくるんだよ。あっちにもあんねんて、うん、初めて聞いた。じゃあ僕が言うてるじゃなくて体使っていきなり入ってくるんで。あ、今を。そう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 。だからそのね、もうだから他の人もとか言うてなんじゃかんじゃやってはるけどパフォーマンス入れてるかどうかは知らんけど、ほんまに入ってくるとこんな感じやからね。で村さんっていうあのユンユンユンの、うん、はい、村ラムーさんも正直言うて、僕と同じで僕より先輩なんですよ。聞こえたんが僕一番先に訪ねていたん彼やからね。で今はもう大の中にして一緒にやってるんやけど、で実際のところ彼自体も同じです。もう何喋ってるかもう脳にいきなり入ってきてシュッと喋ってくるから、ね、人の体使って失礼なんですよ本当に。もうでもええ加減せえって言うときあんねんけど、遠慮がないですね初対面の人にね、あんた悪いことしてるねってこんなん言える？僕よう言わないですよ普通やったら。それ平気で言うやんねんから、おおって僕じゃ僕じゃ言うて言うたって、やっぱり僕が言うてるんやからね、もう怖いわと思うときある本当に。これ目視でできてんけど、これ道頓堀に来たんですよね。これ観覧車なんですよ。観覧車の横に3基でね固まってきてないんだよ。こういう感じ。これ動画で映ってんの？ここやね。こういう感じで。動画でも撮ってるんですか？あります。残ってます。そうですね。で、これはもう同時に何人も撮ってました。これ読んだんですか？読みましたね。うん、今まで、光でピカピカ光ったやつをみんな目視やってんねんけど、今回これ目視やってるよね。うん、読み出した。すっきりしてますね。うん、夕方の時間帯です。いや、これ今。朝のね、11時ぐらい。うん、時間大体ね、何時か何時の言うたら、その時代やったら来てくれる。今に、3時半言うてるから。先ほどおっしゃってましたね。うん。固定して、待ってたら、さっきも見たように意識が飛んでくるっていうのは、あれ、意識って僕ら呼んでんねんけど、意識が飛んでくる自体もこう伝達係みたいな白い玉や、あつは伝達係みたいなもんやねんけど、彼そういうのが飛んでくる時でもやっぱり時間かかるんですよちょっと。で3時半やったらやっぱりずっと回ってるんで、回ってくれてるからどっかで撮れると思う。でゆっくりとスライドしとけへんかったら早いんで、ブレてるやつが多いんで、うん、で形がはっきり見えてたらもうラッキーだ、ね、ゆっくり飛んでくれって言うてんねんけど、やっぱりそこまではやっぱりね、やっぱり今までええことばっかりしてるわけじゃないから
課長あるんやろね、出てくんの。ちょっと後で、後で行かないと思うじゃん。あの、あそこの、引っ掛け橋のとこですよね。あ、そう。あの、そうなんです。だったら、僕が宇宙人って呼ばれる立場だったら、また呼ぶのかみたいな気持ちなんですか。それ、ある、めんどくさい時あるで。いう方が、多分目的みたいなのなんかあるんですか。目的、僕、今、ちょっと、チャネリングしていいですか。はい。目的、地球に来てる目的、みんなの仲間になりたい。仲間になりたい。仲間になって、信頼関係を作りたい。愛情もあって、話し合いしたいねんけど、信頼でまず話し合いできるかどうかっていうのを見てんねんって。人間と。で、もうあとどれぐらい出てくる、地球に出てくるのは、あと1年半っていうぐらいの内容で出てくるつもりでいてんねんって。人間の世界に。出てきてどうするかって言ったら、そこから仲間になれるかどうかをずっと話し合ってるやつを今見てんねんて。目的が。多分、いろんな星の人間のことを言うけど、宇宙語って短いんで、プレイヤーで性とか聞くでしょ。それは人間がつけたあの名前なんですよ。で、本当はもっと短くって、短い言葉で全部あるんで、それ、宇宙語勉強しろとか言うんだけど、僕あんまりワイワイうるさいんで、もう嫌がってるんですよ、正直言うと。めっちゃめんどくさいから。こんな勉強したら全然生きていくのに役に立てんなと思うんで、そう思ってんねんけどね。そやけど聞こえてるから、こう皆さんに、一緒にやりましょうっていうことは言うてるけど、まあ体貸してるようなもんですよね。でも、みんな、真剣にやってきますよ。僕よりも真剣やから。本当やんな。1年後、この地球にどんな姿で現れてくるのか。宇宙服はない。人間の世界に来るときは、聖夜、真面目にしてくるから、いい人に出会いたいねんて。あと、仲間の世界に入りたいっていうグループがいっぱいあるんで、そういう人たちと今から会いに行くっていう。会うねんて。で、仲間になって、一緒に何かできるかなっていうことも考えてるって。そういうのも考えてねんて。俺初めて聞いた。人間の姿で来るんだ。人間じゃないよ。宇宙人の姿っていろんな姿があるから、その姿いろいろ見せてあげるって言って。1年半って言ってるからね。1年半過ぎぐらいで出てくるかどうかっていうのを今考えてる最中やね。まだ決定じゃないけど。1年半言ったらいつぐらいなの。2025年。いや、万博やな。万博やで。いいタイミングですね。いいタイミングで万博と違う裏の万博になるからね。裏の万博ってどっちも裏じゃないねんけど、えらいこっちゃな、ね、出てきたら。僕らの会はね、16畳あるんですよ。宇宙人が来たら、宇宙人と出会ったらね、服ぐらい買ってあげましょうって言ってるんですよ。裸やからあいつら。だからちょっと T シャツの1枚も買うて、裸じゃみっともないから服ぐらい買ってあげようという会の約束があるんですよ。へー。もしそれ洋服買うったらフリックスストアですよ。そうやね。あれ別の時空からこの3次元にクッとくるってことですか。時空っていうのは作ろうと思えば作れねえって、時空よりも時空の中から出てくるんじゃなくて、時空を作ってる世界やから、今出てくる内容じゃないね。それは飛び出してくるような形の内容、もうどこでもどこやみたいな、そんな感じのものがあんねんて。もうだから、もう、ワームホールみたいなやつを人間も考えてるけど、いろんな科学でね。で、そやけど、もうとっくに出来上がってて、地球の5000年先の科学って考えてくれたらええという。5000年先の、今の科学から言うて5000年先にできるような科学やって、そこの科学までは行ってんねんて。でも人類が持たないよね。5000年先じゃね。早く出てきてくれて、ちょっと教えてくれたらいいのにね。確かに。未来から過去という現代に来てる。未来っていうのは違うって、その感覚が違うねんて。未来っていうのはまた違う未来。未来っていうのは確かに作ろうと思えば宇宙には作れんねんて。で、今の生きてる世界で考えていかなあかんねんて。で、宇宙の世界から言うと未来とか過去とか、そういうのも一体何の話やねんっていう話になるんで、違うねんとか。
あと何か質問あったら、使って質問できますよ。宇宙連合艦隊。宇宙連合はあるけど、信頼ができないです。信頼できないところがある。それ言うてええの？連合やね。連合、連合でも信用できへん奴らもいてんねんって。そういう、だから人間の社会と全く一緒で、連合、宇宙連合にも、ええ人もいれば悪い人もいてんの。うん、今繋がってる方は、宇宙連合とは繋がってない。うん、全部関係してる。関係してる。全部関係してる。そうそう。所属してるってことですか？所属とかよりみんなに話もできるよ。できる立場の人来てる、うん。総司令官と。総司令っていう名前じゃないけど、それに近いもんある。うん、うん、あ。じゃあその人に、今人類に伝えたいことって、うん、一番伝えたいことは何ですか？聖夜。聖夜って言うて、まともになって生きてほしいということ。うん、それと、その環境に関しては絶対せなあかんのにみんな気がついてないんで、それを訴えてほしいって言うて、海は死んでるよって、とっくにその死んでる世界を蘇らすことはもう難しいから、世界を変えるだけの内容をどんどん伝えていかなあかんねんけど、なかなかできてない。で、あと何、宇宙に飛び出すにはまだ早すぎねんって、地球人が。だから難しい部分がいっぱいあるから、その辺もやっぱり考えてどん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 進めていってるやろうけど、まだまだ早い。地球の環境を直していこうが早いんちゃうかなって、うん。人口爆発が始まるっていうのは分かってはると思うけど、人口爆発に関しては100億人って言うてるけど、もう少しはいけるやろうけど、人間の関係が全部ダメになっていく可能性もある。あとは地球の仲間に話するときに、どういうの？地球の仲間？うん。宇宙人の地球の仲間がいてんねん。その仲間に話するときに行動を取らなあかんということをずっと伝えてんねんけど、行動を取ってる人は少ない。で、行動を取るようにそれもしながら地球をね、再生させなあかんっていうのはずっと言うてきてんねんけどね。僕らはまあ行動して今やってるけどね。もう大変ですよね。だからやっぱりグループ作っていって、それがやっぱり正当で地球を守っていって人類を守れるような、その内容を作っていかない。まあ好きなことするのは誰でもできるんで、本当のこと言うとね、今の時代は。やっぱりせなあかんことで、好きなことをしながらでもいいんで、せなあかんことで環境のことを何でもいいからどんどん行動を取っていくべきやということ。今、ようほら、降りてくるってよう言い張るでしょ。そうじゃなくて、僕の場合はずっと聞こえっぱなしなんで、降りてきて、その環境を言わない連中は全部ほとんど嘘やから。それ言うてる。聞こえてるやつはみんな環境言うてるはずやから。全体一緒やから、これ。統一されて言うてるはずやから。それは言うてきてる、うん。イメージでどんな人なんですか、その人って。キャラクターに例えると。面倒なこと絶対せん。ええ人って言われてるよって、宇宙でも。契約っていうのがあって、契約した内容をちゃんと生きてる人たち。宇宙の中で契約ってあんねんて。その契約をちゃんと守りながら生きてんねんけど、人間に迷惑かけるときあったらやっぱあかんねんって、ほんと。でもかけまくってるから、どうしようか考えてんねんって。でも、こういうね、もうなんていうの、軽いんすよ。めっちゃ疲れんねん、これ。人間でいうと何歳くらいの人なんですか、その。人間とは違うけど、年で言うたら3000年、350歳くらい、うん。人間で350歳。あ、これもね、350歳って人間って、何歳ぐらいまで生きるかっていうのをね、僕みんな言うんですよ。科学って、今の時代ってね、カリフォルニア、アメリカはやっぱり先端行ってるんで、カリフォルニア大学で研究してるやつでね、人間の DNA に、まあみんなほら、リンとか色がついてるじゃないですか。色ついてないところも全部調べてるんですよ。で、それは調べた中で、死神っていうあだ名つけられたやつがあるんですよ。それは何かというと、あれなんですよ。人間を老化させたり、何にでも入ってる。歯内でも何でも。その DNA の中に、その、抜いた実験もやってるんですよ。で、蚕の幼虫で実験やった時に、なんと6倍長生きしたんですよ。やっぱり死ぬんやって。でも6倍長生きしたっていうことは人間に置き換えたら何歳になります？
500、600歳は自由に事故とか病気がなかったら生きれるんですよ。だからそういうのは地球でもできてるんですよ。もうそやけど人口爆発や倫理的な問題があるんで、それはやっぱりあのオフレコになってるけど、宇宙旅行すると宇宙科学からやっぱ生まれてるんですよ。だからやっぱり人間も同じで、500、600歳まで本当は生きれるのに、人間のってよう考えたら死ぬ時まで5分の1しか使ってないんですよ。だと5分の4使えるようになってるはずなんですよ。ということは DNA 消したら500、600歳は十分生きれるということなんですね。多分脳が満タンになったら何か起こるんじゃないかな、人間って。見てもらうことで伝えたいことは環境のことなんですか？環境もう絶対せなあかんねん。これ絶対っていうのは死ぬこと以外しかないんで、それぐらい大事なことやねん今。それを無視してたら絶対ダメ。だからもうどんどんね、環境に対して言うだけじゃなくって、言うやつは詐欺師と一緒やねん。ボレから言うやったら行動も一緒にせなあかんねん。だから何か、例えばタレントさんでもそうやけど、テレビで出ながらでもいいんで、何でもいいですよ。ただ環境にええことを必ず何か行動、もうだから空き缶視聴者そんなんやめてほしい。もうちょっと具体的に本当に直角行で、環境が良くなってるなっていうことに手を染めていってほしいねんね。そうせえへんことには好きなこともできないよ。うん。もう偉い時代が来るのに、また戦争を起こしてるでしょ。あれもやっぱりプロパガンダでいろいろ流れてるかもしれへんけど、そんな中でやっぱり大変なことがね、起こっていったのは、片や二酸化炭素一生懸命ね、やってんのに、ドンパチドンパチやってて、関係なくやってるでしょ。これも良くないですよね。ただやっぱりそれも何かの理由があってやらしてるはずやから、やらしてるはずなんですよ。僕らが嫌な目合うように向こうも思ってなんか調整取ってるんですよ。そういうのも分かるんやけど、実際感情がないんで、ない子が頭に立ってるんで、もうめっちゃ辛いですよね。ただ人間の世界でやっぱり僕らを大切に思ってくれてるやつもいっぱいいてるんで、そういう中ではやっぱり僕らは絶対言われた時にほんまにやっとけんかったら大変なことだ。環境に関してはその二酸化炭素問題、温暖化でも、これもまた激アツでしょ。で、これもう、どこもう、地面測ったら80度超えてるとこもあるじゃないですか。で、目玉焼きできるってね、そんなところで人間住めるわけないのに、そんな状況まで来てね、もうだから環境は絶対何かしとかなあかん。誰からもらったんですか？松井一郎さんから、市長の時にいただきました。で、これ感謝状2回あるんですけど、イベントの時に、6月24日両方ともなってますけど、お祭りにしたくてね、みんなで。で、まあみんなほら、言うじゃないですか、助成金くれとか、いろいろみんな言う人多いんやけど、僕らはそんな UFO って言うたら最初の頃から言うたら、まあ今はいいねんけど、最初の頃は、UFO 言うて、で言うてたから、いや本当に似てるんですよと言いながら細々とやろうと思ってたけど、そのために信用もなかったらあかんので、みんなでお金入れたり、大阪市観光のために、いずれ UFO が観光の街、大阪道頓堀がね観光の街になるようにやっぱりなってほしいなと思って、で観光課の課長、課長もちょっとね、他の職員にね UFO 言うてもねという話になるんで、でも感謝状を持ってきてくれるときは課長が必ず来てくれてます、うん、ありがたいです。でいずれお祭りになったときはね、相乗効果がやっぱり経済的に言うても僕の計算で言うたら300億以上はなるんで、ぜひ大阪で実現させたいなと思って、もうそろそろね、俺本当に市長にも見てもらいたいもういい加減にね一緒にやってよという時代でしょ、はい、そんな感じです。じゃーん、これが1年目入会した時に、これね結構審査厳しいんですよ。で入会したらこのカードをお渡ししてます。はい、1年目です。で1年から2年目に更新するときに、
もらえるのが2年目以降はみんなこっちのカードになります。でこれの特典って別にあんまりないねんけども、あの一緒にあの社会活動しながら、あの宇宙科学をちょっと子どもたちもこれから必要な時代なんで勉強しながら伝えていきましょうという、あと中には会員さんであのホテルをやってはる人もいてるんで、あのこのカードを見せると3,000円で泊まれるとか、道頓堀近辺で、一泊3,000円安いよね、もうだんだん値段上がってきてるのにさ助かるよねみんなねそんな感じでいろいろ特典出してくれるところも今から増えてくると思いますので、これから楽しくやっていきたいなと思います。はい、あのいろんな会あるんやけど、あのお金はつ、まあ、僕らは年会費月会費が1,000円なんで、あのなんていうの、お金の問題じゃなくてね、ええ人を集めたいんですよ。で他の会とか見てたら、あの年会費があの10万とかいろいろ取るじゃないですか。僕とかもほんまに月1,000円やからね。それで道頓堀借りて撮影会したりいろいろやってあのやってるわけですからね。もうそんなにあのお金のある会じゃないねんけど、意外とね活動はもうしっかりしてますんで。はい、あと、まあ、UFO は、まあ、魅力として、 UFO に乗る方法はないんですか？ UFO にどうしても乗りたいっていう人の場合、それ今聞いたよね。乗れるんやけど乗ったとしてどうするのって聞いてるわ。宇宙空間を旅したり違う次元、その旅、うーん、みんなそれ言うてくんねんって、みんな言うてくるけど乗れる理由があるんやって。何理由があって乗らなあかん人は乗せる時がある。で乗って言いたい目に合わされそうな人は乗せたくないねんだから僕なんか乗られんよね、怒ってるから捕まらへんかったら僕やっぱり違う人生あったと思うんで、もうずっと捕まってるのと一緒やからね。でも健康だけは守ってくれてるよね、本当に。もうで借金もないしね、もうその辺とかはまあ普通に生きていけるかなっていう感じはするんだけど、ただあのほんまに普通ほんまにそんな感じですよ。選ばなきゃいけないですね、うん、ニュースとかで UFO にこう連れ込まれて改造されたとかチップを入れられたとかっていうのがありますか？まあ、それ聞いてみると、それは信用がない人たちを作るのにはどうしたらいいか、要するに犯罪者とか作る時にはどうしたらいいかとか逆に考えないんで、そういうグループもあって、その犯罪者作る時にはどういうふうに持っていくかとか、あの流れを人の性格感性をどう触っていったらええねんとか、そういうのも考えてやる時あんねんで、もともと地球は実験場やったんですよ。で実験場の流れのようずっとまだ来てるんで、あとだから人間がもうだんだんあの増えてきて今大変な時期入ってるけど、だまあどうなるんやろ、地球人と一緒になって頑張っていこうという空分された人間性の宇宙人もいてるから、うん、そっちの方と一緒にやっていこうと今こっち側ではやってる。でいらんことするやつはいらんグループがあってそっち側にでやっぱりやってるらしい。地球上はやっぱりいろいろ宇宙人いっぱい来てんねんて、うん、何人ぐらい来てんねん、1000万どころか1億、うん、2億、うん、3億ぐらいはいてる。3億ぐらいの宇宙人が来ていろいろ地球のことを実験したりいろいろ考えたりいろいろやってあげたり信頼作ったりいろいろいろんなタイプで分かれてやってんねんて、3億人やってん。その目的は何なんですか？人間と仲良くしたいというのはこっちのグループやから大丈夫ですよ、うん、で人間と仲良くしたくない奴らもいてて、信頼関係が人間が出てきて偉いことになるという感覚持ってる奴もいてねって、宇宙に出てきてでそういう連中もいてねって、やっぱり、うん、いやだ、まあ一つの国と国が今ごちゃごちゃなってるようにいろんな考え方持ってるのに宇宙人もそう変われへんということやね、だからね狭いね心がね、もうちょっと愛情持ってみんなやってくれたらいいんだけどね。侵略したいとかそういうあれがあるんですか？侵略はできへんわ。あの地球は侵略し、うん、地球を侵略したらダメ、それはあかんっていうことになってる。あかんの、うん、初めて知ったやつもいてるんだ、うん、地球を侵略するっていうことは絶対してはいかんっていうルールがあるんだ、うん、うん、またちょっと勉強せなあかんとこ出てきてんけど地球人と仲良くなりたいっていうのは本当にたくさんいてるよ。
仲良くできそうですけどね。ん？仲良くできそうですけど。できるできるできるけど、いらんことをするやついっぱい出てくるから、人間も同じでしょって。まあそうですね。それをやっぱりね、仲間どんどん作っていくのに、いい環境に変えていけへんかったら仕方がないよね。うん。まあその、やっぱ環境、やっぱりピンチになって、よくほら、ピンチをチャンスに変えるって言うけど、性格的にもこの環境が崩れていくときに、ええやつも悪いやつも、もうはっきり言って環境が悪くなりゃみんな死ぬわけやから、一緒になってやらなあかんときが来たときに、みんな一緒になれるんちゃうかなっていう感じはすんねんけどね。で、今が本当にせなあかん時期やと思うんですけどね。ねえ。もう目の前ばっかりで、なんか僕も LINE 詐欺に会ったことあんねんけど、もうそういうのでネット出てきてからもえらい目に遭ったりで、昨日もなんかうちのメンバーの友達がロマンス詐欺で250万やられた言うてそんな話が聞いてたら、もうなんやねんそれみたいな話ばっかりでしょ。ロマンス詐欺ロマンス詐欺思ったよ。海外から来たわ。海外からメッセージが。空軍のパイロット。空軍のパイロット。医者とかですか。いやいや、それは。あったんですか、本人ですか。いや、私はじゃない。そうか。昨日相談を受けてた方が、あれですね、投資詐欺ですね。ロマンス詐欺をちょっと、キャロさんの。ロマンス詐欺タイプは言うとったよ。僕は LINE 乗っ取りで、連れのふりして連絡入ってきて、ほんで、ああ、困ってねえなって、ほんま何も考えなかったもんね。で、すぐ10万円のあれ買って、で、番号を教えて、ほんなら、あれ、どうも違うな、日本語じゃないような文がどんどん出てきたんで、あれとか思って、で、本人に電話したら、ああ、LINE 乗っ取られてんねんって、お前、早言えや、言うて、もう10万円やらへん。で、警察に持って行ったけど、それ、もう全然もう無理や。Amazon のプリペイドカードのやつ。そうそう。で海外の方ですかね、うん、悪いやつら、ね、本当にもう地雷踏んだわ思って。キャロさんではないんですけど、今最近 YouTube でコンタクティチャンネルの村さんとももちゃんと川崎さんっていう宇宙人が家に訪ねてきた人と、はいはい、の映像を撮って今アップしてるんですけど、うん、その川崎さんが面白いことをおっしゃってたのが、もう今この辺に出てるよって声が聞こえるんですって、うん、もう最近は必ず撮れるらしいんですよ、 UFO が。で、その撮ったものを切り取ってここに映ってるっていう作業が面倒だから放置しておいたら、勝手にも切り取った UFO が自分のスマホに入れてくれたり再生するらしい。そう、編集したね。それを川崎さん言ってましたね。本当に何でもできんねんて。5000年先の科学力だったら何でもできちゃうんやから。いいっすね。編集いらずだ。そう、編集し勝手にやってくれて楽なんですけどね。俺はもうお祈りした本当だ、ね、もうそんなんとかもう何でもできる。ただ聞こえてて僕らに、もう宝くじ当ててくれよって一回ほら、その2等1等の組違い当てられて、最初2等の組違いやったんですよ。それ0円でしょ。俺ごっちゃ怒ってたんですよ怒るでしょ。なんで1等当ててくれんねん。そんな1等当ててくれた方がよかった。1等の組違いなんですよ。で、何やねんこれ言うて、でもちゃんと1等組から全部当ててよって言うてんのに、もう何回もそこでこうたらええとか言う。そんなんね、適当に遊ばれるんですよ。だもう流されるしね。だからもううんざりしてるんで、ほんでかといって自分には辛い思いさせられて、ね、右と左あるでしょ。天国を相手にあげるんやったら僕地獄味わわなあかんんですよ。で、そういう、だから右か左しかない生き方のやつもいてるんで、これに出会ったらもう最悪ですよ。だキリストみたいな、生き方で、キリストの生き方をする言ったら、最後十字架で貼り付けですよ。誰がなりたいねんって、僕なりたくないからね。確かに。うん。要はキリストの生まれ変わりやけど、そんな貼り付け前になってないもんね。嘘やってわかるやんか。村さんがユンユンユンとファンファンファンっていうのは、あれは具体的に何を喋ったの？村さんのファンファンファンとか、ユンユンユンっていうのは、彼はエンジン音、要するにエンジン音なんですよ。ファンファンファン、ユンユンユン、ゴンゴンゴンとか、いろいろ文言があんねんけど、あれは、彼、宇宙船の音を真似して、エンジン音を真似して言うてる内容だけなんですよ。ところが、それがもう、
こあの合言葉になってるんですよ。でそれが宇宙でも流行、うん、一部流行ってるけど、ものすごい内容で、人によって呼び方によって、その人の呼び方によってはその宇宙人が寄ってくる時あるんで、はいはい、あの UFO がそれがね、例えば、まあ、ミューミューミューとか、あの、メイメイメイとか、オール阪神はメイメイメイなんですよ。で、ミーミーミーっていうのもいてるしね。で、やっぱりそれぞれで、あの、聞いてあげたら、あ、合言葉で、あ、誰が呼んでるかっていうの分かるんで、そういうのもやっぱり、あの、データみたいになってるんだね。多分ね、せいで出てくれて、せい言うとったら出てくれて、もうあのそういうのがずっとつながるんだね。いっぺん取ってくれて、せん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 
じゃなくて夢見る人は、じゃほとんど人間に夢見るでつけられてるんですよ。でもう生まれた時にもつけられるんで、でもうほとんど人間はだからもう夢見るっていうのはもうつけられてるんですよ。もうそれはもう間違いなく。でつけられてて、でそこに何か巨大なスーパーコンピューター以上のものがあるんじゃん。そういうところで、あ、呼んでんな、思ったら、もう、なんだろう、自分らが行くんじゃなくて、何か無人のもん生かしたり、で、なんかこう、集まるような仕組み作ったり、まだなんかやってるんちゃうかな。つけられるっていうのはくっついてるっていう意味ですか？つけられ、うん、だからくっつい、入れられてんねんだから。だから、人が死んで魂になって出ていくっていうやつか、あの時に東北大震災の不思議な映像というので、一旦もめんみたいなのが出てくる映像があるんだけど、あれがみんなの言う魂、要はコピーなんですよ。で、意識も、人間性持ってて、慌てると、ビュー飛んでんねんけど、ぴょん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 跳ねて逃げていったり、そんなこともね、やっぱ感情的なもんがそういうので感じてるとこあるんだよ。白いやつね。うん、だからまあいろいろ。フィッシュも最初行ったもめみたいなと思って見たんですけど、ね。そう。だから水木しげるさんも多分聞こえてた部分があったんちゃうかなと思う。うん、その人らの、あの人の映像の書き方とか。あとね、村さんは、ユンユンの村さんは水木しげるさんの当時親戚なんですよ。うん、へぇ、同じ村さん、村なんですよ。本名が。あ、そうなんですか。そうそうそう。